はい、日刊クラスト、暑い中ですけどね、本日は、私斉藤もう夏休みということで、木下大サーカスを見に大阪城公園に来ております。シルクドソレイユは何でしょう、日本公演があるたびに見に行ったりもしてたんですけども、木下大サーカスは何年ぶりでしょうか、30年ぶりぐらいとかになるんですかね。ちっちゃい時に1回行ったぐらいで全然記憶がないのですが、調べてみたところ、シルクドソレイユどころか世界三大サーカスというカテゴリーにも入っていたことがあるという、大変歴史のあるサーカスです。そうですね、エンターテインメントに関わるものとしては、一丁社会勉強、今後の自分の芸事に役立てようということで、チョックな楽しんでいきたいと思います。では皆様も良き夏を。また明日。